近くになりました。お座りください。今日の初めてですから、ね、だから今日のゲストの紹介、じゃあ生駒先生から生駒先生にお願いします。私からですか、じゃあゲストの紹介ですよ。分かってました。なんて紹介したらいいんですか。普通に名前と、あとポジションと。ポジションは肩書きはない、ない、なぜここに、私たちなぜここにいられるのか。スリア先生です。なぜ今日こちらにお呼びしたかというと、いつも撮影しているこの部屋がスリア先生のお部屋なので、そういうことです。はい、ここ1年間お世話になっている、はい、お世話になっております。親です。子供の自慢ないから、みんなのもんだから、自由に使ってください。エアコンも効いてるし、夏は快適、暑い時は助かりますよ。避難所になってます。ということで、はい、今日のテーマ、教育、教育制度で、あ、教育制度、教育についてです。はい、自分たちが、はい、まあ、体験したというか、行っていた学校の話を中心にね、はい、していきたいと思います。インドは話が長くなるので、まずは日本。今しかも東京から、そう、東京から、そう、東京から、中心から少しずつ、東京、関東、高知です、高知です、高知で、ケラ、高校は、ケラ、まあ、ケラは、日本の高校は、まあ、静岡だったんですね。じゃあ東京、静岡、高知、ね、まあ高校はただ2年だけなので、でしょ、うん、小中とかの話も、まあ、ちょっとしたいな、はい、はい、私東京なんですけど。ちょっと変わった、中学校はちょっと変わったところで、変わったところってわけじゃないんですけど、あの同じ学年で24人しかいなかったんですよ。あ、ちょっとちっちゃめなんですね。というか、あの、なんですか、昔は住んでる地域によって学校って自動的に決められてたんですけど、その制度がまあなくなって、まあ、好きな中学に行くことができるようになったんですね。で、私の中学校はそれだけ人が少なかったってことは、まあ、評判が悪かった。効率です。効率です。はい。ただ、まあ、私はそこが一番近かったので、そこに行ったんです。で、別にでもそんな悪い学校じゃなかったんですけど、行ってみたら。東京なのに、しかも東京のね、そんなに田舎の郊外の方でもないのに。24人、それを無理やり2クラスに分けて、12人、12人で授業をして、いいですね。それはあれもあれやるでしょう、ね、大学にまで行けたいと、何人あの留学試験を受かったというあれもあります、ね、ありますよね。あ、でも中学校だと、ね、中学校だと、そう、中学校は、あ、もう本当に家族。でも、その24人の中でも、まあ、いろんな人いましたけど、まあ、普通の中学校の、なんていうんですか、尺図みたいな。まあ、ありますね。すごくできる子から全然、あの、やんちゃな子まで。そうそう、そうです、そうです。こんな感じの中学校。スタンダードな学校ではないですね。じゃあ、小学校と高校は、やはりその、典型的な、あの、典型的というのは、その、人数的には、やはりその、まあ、いわゆる普通の、そうですね、40人。小学校もちょっと少なめでしたけど、まあでも普通ですね。で、1クラス24人少ないですか。いや、1学年です。学年で、クラスは12人でした。でも1クラス24人であっても少ないと。少ないです。平均で言えば日本の中学校のクラス何人くらい、クラスで学年30人ぐらい。あ、私もあの高校は、あの、いや、一組。一学年で40人くらいだったので、私の高校もあの私立だったので、で、ちょっと変わった高校だったんですよね。だったっていうか変わった高校なんです。
で一学年はもうで全員合わせて私入学した頃は、200人だったんですけど今はもう普通にその600、700人なんですけど、まあ、非常にその先生と全く、まあ、高校なんですけど全く同じ小規模で、で先生と学生がどっちかというと家族になってそうですよねそうなりましたね、うん、なるほど高知はそう廃校になったら高校に廃校になったんですあれ高校じゃなくて小学校が廃校になって、うん、あのまあ住んでたその地域がその村今は町合併して町になりましたけど村でしかも村の中の一番小さな小学校だったんで、全児童が私の時で40人ぐらいで全そう小1から6ですね小1から6まで40人で、まあ、複式学級って言ってその例えば3年生と4年生が同じ教室に入って勉強するっていうこともやってました一人の先生が3年生と4年生を教える DSI みたいなそのあのうちのね来年、まあ、次の学期からがはい、歴史を一緒になってそうですね、はい、でまあちっちゃかったんで山村留学制度って言ってその市から、1年間生徒が留学できる制度を採用しててそのおかげで、まあ、30人のところが40人になったり本当は30人だけど何十人になったりして留学ってその同じ高知の中でそうそう、高知でもいいし、まあ、他県からでもいいんですけど、とにかくその外国からじゃなくて、日本から好きな、うん、もし行きたかったら別に留学と言われる、そこからの外国人の留学ですね最山村留学っていう村に、村の学校に1年間通いましょうインドもありましたよね、あの昔はあの試験でレベルテンとかありますねいや、それはあの親が、あのまたなんか、他のところに。いや、あのいや私のおじで、あの他の州に1年くらい、1年か2年くらい、この同じプログラム、中央政府のプログラムがあって、留学しなきゃいけないっていう。そうで、留学はなかった、親が赴任して、そういうあれがあったけど、まあ、ケンドリオティアだろうと、私が言ってたから。あそうですね、ちょうどその今のケンデアという形での1年間とかそういうのはなかった、うん、そう今のケンデアビディアの話もちょっと、うん、日本人の視聴者がいたら、分からないと思いますので、いわゆるその中央政府が、中央政府公務員の子ども向けの、学校専用の学校とあの各州の都市部に設置しているわけなんですでどうしてかというと公務員がずっとその転勤とかで行くのでもどこの、ですからその翌その明日転勤の命令が出てた人もあの学生がね、そのままその例えばその小3だったら、ケララ州の小3の警備ケンデレアビディアリアに入ればもうシルバスも同じだしカリキュラムも同じで、あのだからその問題なくその転勤ができるそれがあの警備っていうのはケンデレアビディアリアですね、うんまあ、中央学校ですか中央学校っていうのでかなりその教育水準も、かなり高いあの教育あの他 の, その例えばその公立の学校を見るとと言えるかなちょっとは言えないそうなんです、まあ、だからまあ学校ですよ、ね、国立の学校としては県連で、ね、以外にはないいや、あります。名古屋とか。名古屋もあります。さっきのおじの話も名古屋だったんです。名古屋っていうその、はい、国立ですね。名古屋でこうあのいろんなところに行かなければならない。自分の学校でずっとじゃなくて、そうです留学を、はい、他の町の名古屋に行かなきゃいけない。ジャワ名古屋、はい。はい。ありましたね。今はもうその企画はないみたいなんだけど。いや、私はケテレオディアラマも昔の。そう89年ですね、89年に卒業した。生まれた。で、デリー。デリー。それじゃあ、面白くて、面白くて、たまらないけど、まあ、サッカーもよくやってて、ただ変わってるのがバスケットでやってた。サッカーも。
ラケットは棒を使ってとかの磯箱を超えた椅子のイチゴを使って使ったりしてリサイクル。ちなみにそう、平成生まれなんですよね、はい、みんな昭和生まれですよね。昭和で昭和ですよね、はい、ゆとり世代っていう、あ、ゆとり世代ですかバスケットもボロボロになるまで使ってた。あ、サッカーとか、あのフットボールだ、フットボールじゃない、あのサッカーバスケットボールとサッカーって、サッカー用のバスケット難しい。サッカーのボールってサッカーボールサッカーボール、サッカーボール、サッカーボールですね、はい。なんか違和感。フットボール。そんな小学校で、小学校はその3つ、村の3つの小学校が集まる中学校があって、1学年に50人くらいで、まあ、2つクラスがあって、25人。うん、で、まあ、高校は、まあ、息子でした。はい、1学年7クラスの40人が小学校がちょっと変わったんですけど、シャンティニケタンの小学校、あ、そうだ、そうですね、小学校ね、はい、シャンティニケタンは、まあ、幼稚園から小学4年生まで行ってたんですけど、あ、コルカタもですね、そうです、コルカタから、あ、ベンガル州、西ベンガル、西ベンガルの、まあ、タゴールが基本のアクセントと同じ本日西ベンガルのそうにあるタゴールが建てた、西アガラティ大学の付属幼稚園小学校中学校だったんですけど、まあ、幼稚園は何ですかね、まあ、他の幼稚園を見たことがないので分かんないんですけど、まあ、ちっちゃな建物があって、あとは全部なんか木庭木があって、庭があって、みんなでわーって遊んでました。小学校は広い敷地に木がパパパパって埋まってて、この木は誰々先生の木、この木は誰々先生の木ってあって、その下がこうちょっとだけこうブロックで、レンガでこう囲ってあるんですよ。小さく丸い丸く木の下が。で、それが教室なんです。教室。そう、そう、なんか五座を持ってって、その木の下に座って、青空教室。でも、鳥の巣とかでも。はい。そうか、わかります。クラウドに逃げたでしょ、そう。そうそう、超ギリギリで。とか、虫が来たり、ハヌマンっていう大きな猿が来て、妨害したり、まあ、いろいろ面白かった。じゃあ、いきなり英文学から、その、なんですかね、その、生物の授業になったり、あ、生物の授業、なんかのちっちゃい時、生物じゃないですけど、うん、植物、あ、そうです、あの小学校ですね、そう、そういう時はなんかこの校内を回りながら、この木は何々でいつ花が咲いて、どんな鳥が来てとか、これあそこにいる鳥は何々だよ、ね、結構自由で、いきなり牛が来たら牛の話が出てくる、牛は足が4本そんな感じの自由な運動でした雨が降ったらお休み、え、そうそう、雨が降ったら濡れちゃう、シャンティニケタあたりは結構雨が降る、あ、でもそれはですね、そう、あ、午前中で終わっちゃうんですよ、あ、で、まあ、小学生の部はですけど、うん、で、その午前中に雨が降るっていうのは本当に年に5、6回しかなくって、はい、だから休みになることはなかった。じゃあの普通はの海に近いところはほとんどの、まあ、インドの場合は、まあ、私知ってる海外の国なんですけど、あの空気が重たくなって、うん、あの夜ですよ、夜とか晩に行くんです。朝早い時間と、まあ、晩になって、日が沈んだら、行くんですけど。まあ、暑くて、その、午前中にものすごい暑い時は、あの、昼過ぎにいきなりこうね、嵐になるっていうことはありますけど、朝から降ることは、まあ、雨季の時しかないです。部屋っていうのは全然ないんですか？小学生はあることはあるんですけど、中学生の部ぐらいあたりから結構部屋を使い始めます。
あ、ちゃんとした建物がある、あるわけ、ね、職員室とかは。高校生は、まあ、なんか建物があって、そこで勉強してるらしいんですけど、ニクエタの小学生って恵まれてもいますよ、ね。毎日動きは楽しくて。私から日本の高校の制度で言うと、高校、高2と高3。高2と高3はちゃんと建物がありました。ああ、まあね。インドで言うとクラス11とか。はい、その他はみんなこういろんな木の下か、ベランダか、外もですね。職員室はありました。小学校は楽しかった。特に大きい。マンゴー落ちない。まあ、空を 見ながら期待し。だけ休んだってみんなでこう見れながら帰る。面白そう。木の下で。だからまあ学ぶっていうのは、うん。そうですね。季節折々も実が落ちてたり。あ、冬になったらアンモキっていうのを拾ったり、夏はマンゴーって、みんなこう鉛筆ケースに、そうそう、あの塩と唐辛子混ぜた、はいはい、それはインドどこ行っても そう持ってて、あのマンゴーの林があるんですよ。そのマンゴー未熟の未熟ある、さあ、まだ青いマンゴーいっぱい落ちてるんで、それを拾って皮むいて。ああ、授業なんか集中できたんですかね。ああ、でもそれが意外といい感じにできるんです。ああ。でまあそのそういう環境でも集中できるあれが養われる、力が養える。で先生は黒板一切使わないってことですか。黒板使う人もいました。ある教室っていうのは立てかけてある。あ、木に掛けかけてある人とか、大塚先生もいました。でも、使わない先生も。お話だけ。あ、じゃあ、その、小学校は、小学校はそのノートとかは あるんですよね。ノートにその、宿題。じゃあ、その、学生は、地面にこう置いて。はい、地面と。あと私たちの時代ってこんな黒いスーツケース、スチールのボックスが流行りませんでした。スチールのボックスがあって、それをカバンじゃなくて、学校に持ってるカバンはカバンじゃなくてこういうスーツケースみたいな。アルミの、そうそう。そうなん。そう持ってなかったんです。いや持ってなかった。普通っていうかもうカバンでした。まあ、今のようなカバンじゃないけど、そんな、もっとその惨めさになって、いや本当は僕も持ってなかったですよ。ああいうスーツケースは田舎っぽいなっていうイメージが田舎の部屋だったんですか。だからね、結構みんなが持ってて、それが机代わりになってじゃあ今のスーツケースと同じような、今のスーツケースというよりも、あのまあ大体あの事務所、まあ、事務所というかサラリーマンが使うようなカバンの大きさ、大きさでもう少し、まあ、高いというか、これくらいです、ね、いや、もっとあるんじゃないですか。え、私の時はこれくらいです。それ小学生だから、大人用と。え、中はもう高校も使ってたんですか。いや、高校は使ってなかったけど、小学中です、ね、小学生中、いや、でも面白いですよね。学生がスーツケースを持って学校に通うっていう。それは多分その時あのサラリーマンもブリーフケースというものを使ってたかもしれない。そのマネとして小学生も使ってたか。大人が使うものを使いたがるの。大人のマネというか。そうですね。昔のウィールとかついてなかったんですよね。旅行用のそのカバンも。自分が大きかったのに気をして。日本はね、みんなランドセル。ランドセル。ランドセル、はい。最近いろんな色が。しかもランドセルって高いんですね。一つに、ね、まあ6年間使うんでね。生で。高いみたいですね。みんな毎年新しいのを買ってる。ああ。あ、そうなんですか。カバンですか。吉野建物ですね。
そうそう、私もそういう思い、そう、あの、なんか毎年が、カバンだけが、いや、優勝買ってくれるんじゃなくてですね、買ってもらうんですよ。だから穴が開いてなくても、ね、自分で穴を開けて。そういう家族の子もいた。自分じゃなくて、友人で。私の家族はあれですよ、穴が開いてたらもう縫って、2、3年使いなさいよとか、あと2年大丈夫だよ。